ちゃ。こんにちは。さゆたかさん、いよいよ交流戦の時期ですね、はい、なあ、ちょっと楽しみでもあるな。楽しみですよね、うん、で一時期本当にパリーグが強いと言われていた時期もありましたが、はいはい、まあ、去年は DeNA 優勝など、ここ数年はね、はい、セ・リーグも非常にいいと、まあ、まあそうだな、はい、まあ、拮抗しているというね。そうなんですよね、はいはい、で今年は18試合が予定組まれてます、はい、で今日はですね、ゆたかさんにこの交流戦次第でピンチになる球団をちょっとズバリ危険だよというのを話していただくと。またね、危険だって言ったらね、言われるんだよ、うん、何が危険でいいみたいな、向きになってくるやつがいる何が危険だよと。いやいや、そうじゃないかっていうだけの話だからさ、そう、向きになって聞くなよみたいな。しかも危機管理は大事ですからね。いや、そりゃそうだね、どんな分野でも。そうだということで、はい、まあ、12チーム、ゆたかさんが交流戦ちょっと危機管理した方がいいよ、交流戦開けた時にもしかすると順位危ないかもよというチームを何チームかちょっと挙げていただきたいと思います。まずは、まず DeNA だな。あ、去年の優勝チームですよ、うん、交流戦。これはバウアーが昨年3勝交流戦で、はい、今永が2勝、はい、各そのピッチャーが3試合ずつ投げてるんだよね、はい、そのうち5勝を取ってるんだよ、うん、11勝のうちのいないんだよ。いないですね、うん、来る気配もないですよね。だから東がその分をやれるのかとか、はい、うん、まあいろいろあるけども、ちょっと俺は危ないような気がするな、その先発ピッチャーがね。ピッチャーがっていうところですか、ね、まあ打つのは打つだろうけども、うん、果たしてどうなんだろうっていう、うん、ことで言えば、まあ五分五分ぐらいかなっていう、9球ぐらいかなっていうような感じがするんだよね。昨年はあの4つの貯金を作ってるんだけど、そうなんですよ、まあ、貯金を作れない。だからまあ大きくは崩れないけども、うん、5割ぐらいかなっていうような感じはするけどね。ってなると大きく、例えば首位とかに交流戦明け踊り出てるってことはないのかな、うん、まあないと思う。あ、貯金を結局作れなくて、それはね、バウアーと今永だったら勝負になるよ、はい、パ・リーグのバッターと、うん、ね。まあ、東がなんとかいけそうだけども、他のピッチャーがいけるかなっていうふうな、ん、ちょっと不安感はあるよね。不安があると、うんうん、例えばケイ投手など今年から入ってきてますけれども、うん、そうするとパ・リーグのチームからするとお初の対戦になるということで、うん、まあ、初物ということで、そういうところでこうなんか勝ち星、まあお互いだからな、そういうのはな、そうか、まあ、そういうこともあるだろうし、うん、まあ、東みたいにね、こう抜けたら、うん、ものすごい勝負になるんだよ、はい、まあ、抜け球も持ってるけどまだ早すぎるな。うん、そうなんですね、うん、そうか。じゃあやっぱりね、去年のほどの勝ちは見込めないんじゃない。まあそうだな、というところで、まあ、今年のもうあの交流戦の優勝はソフトバンクって言い切っとくから順位はまだつけてないけど、1位だけまあ発表するともうソフトバンクだから。これ対戦がセリーグになったところでもう全然変わらないと、変わらないと思う。強いなちょっとね、ピンチじゃなくてね、もう1位予想になっちゃいましたけれども、もう何がチャンスなのかわからないぐらいこうずっと行くよ、まあ、あのそのソフトバンクは東京ドームの巨人から始まるんですけど、ああ、そのビジターで行ったとしても何も変わらずですかね。関係ないよな。関係ないか、あの DH 使えないですけど関係ないよなんか危ないデカみたいになってきましたね。関係ないねあー、そうか、強いな。さあ続いてちょっとピンチだよというところを挙げていただきたい。やっぱだいぶピンチなのはオリックスだな。オリックス、まあ、はい、11勝7敗、まあ、昨年、うん、勝ち星は1勝、はい、DeNA とね、まあ、ああいうなんか直接対決とかいろんなことで負けて、はい、まあ、DeNA が上に行ったんだと思うんだけど、はい、やっぱこう山本由伸がいない、うん、宮城が戦列離脱してる、はい、幸也がいない。セリーグに強い幸也がそうバッターでね、ターやってた。これはやっぱりね、ちょっと苦しいと思うよ。あと山下俊平太投手は、まあ、戻ってきそうだけども、はい、どうなのかな。戻ってきたところで本当に調子がいいのかどうかわからないし、はい、だから絶対投げたら勝てるっていうピッチャーでももうないからね、まあ、昨年の調子は今ちょっと感じられないから、はい、まあ、そこら辺ではちょっと苦しいかなという、ね、感じがするよね。ということは今ちょうどオリックスは4位だったりとか B クラスと A クラスの中間ぐらいを行ったり来たりしてるんですけれども、これは A クラスに戻った時に上がれてない可能性あると。そうか。で、ジャイアンツ、お、巨人の名前が出た。まあ危ないね。去年ね、4つの貯金作ってましたけれども、うん、これなぜ危ないの。
いや DH にしたところでじゃあ誰を使うの DH。 あの外国人新しく入ってくるヘルナンデス。でもまだ当てにできるか、うん、ならない。いきなりパリーグと。いやそしたら日本人だろ、はい、じゃあ誰よ。いやだから迫力がないんだよ、確かに。そしたら今まで戦ってる野球とは何ら変わらなく、うん、バントかなっていうふうに思うとパリーグ相手にバント、ちょっと足取り重いんじゃないの。確かにそうですね。去年だと例えばウォーカーだったりとかブリンソンとか、まあ、DH で使いたい選手っていうのはいたかもしれないんですけど。そうだな、うん、ウォーカーとかも適任だったよね、はい。まあ、昨年は中田がいたりさ。あ、そうでしたね。岡本、うんうん、ね、坂本、うん、でウォーカー、ブリンソン、はい、で丸とか、はい、やっぱもうホームラン打てる打者がずらっと並んだりとかしてたじゃん。だからそこら辺での迫力っていうのはあったけど、今年はやっぱこうそういう迫力もないから、うん、細かい野球でパ・リーグに対応できるかなっていうね。うん、パ・リーグのね、あのいいピッチャーたちと当たっていかなきゃいけないっていうところを考えると、貯金は作れなさそう、五分かっていうところ。うん、そうだな。っていうと現在あのジャイアンツは3位、まあ、あのそんなにね、あの上とゲーム差ないんですけど、 B クラスに転落している可能性っていうのもあるんですか。可能性はね。おっと、そっか。じゃあ DH がちょっと鬼門になってきそうですね。あの本拠地開催の時はいいっていうことですよね、まだパ・リーグとの対戦で。いや狭くなると、うん、ホームランが出やすくなると不利じゃないか。じゃあこれ自分たちは打てないのに、うん、そんなに、うん、相手はホームランバッター並べられたら、はい、ソフトバンクなんかどうするよ。あの最初から当たるんですけどそうだろ、はい、いやそしたらちょっと困るよね。え、今いや投手力はいいけどね、はい、そっか。だけどいろんな投手をもうソフトバンクは打ち崩してきてるからな。そうなんですよね。出鼻くじかれる可能性っていうのもありますもんね、うん、ジャイアンツか。あとは、まあ、タイガースがもたつくかなっていうような感じがするよね。あ、まあ、昨年もね、あれだけの状態が良かったのが、うん、交流戦に入って7勝10敗。はい、今年の始まりが甲子園で日本ハムと、はい、ちょっとやばいな。日本ハム勢いありますしね、まあ、まあそうだね、はい、ただまあ地元で、まあ、どれだけ勝つかだよね、うん、で地元に迎えられるのが、まあ、楽天と、うん、まあ、西武も、はい、パ・リーグの下位のチームはい、と甲子園でできるっていうのが、うんうん、やっぱ DH もないし、はい、戦力を一つ落とせるわけだから、うん、そこでどれだけ勝てるかっていうのが多分問題だよね、うんうん、でそこで戦った後はオリックスと京セラなんですよ、はいはいはい、もう京セラね、阪神といえばなので。まあまあそうだな、うん、あの京セラって強いしね、はい、まあ、昨年も京セラでな日本一になってるし、うん、ただやっぱオリックスの方も大阪ダービーということで、はい、やっぱ阪神には負けれんぞっていうことになってくると、うん、いいピッチャー揃えるかもわからないしな。そうですね、まあ、いいピッチャーっつってもな、山本打ち崩したりとかもしてるしな、はい、だから宮城もね、打ち崩してっていう風になってるから、うん、まあ、だから地元でどれだけ星を拾えるかっていうのが、うん、拾えなかったら落ちるわ。で去年7勝10敗、交流戦10位で、それでもセ・リーグの1位だったじゃないですか。まあでも3つしかへこんでないんだよね、1分けあるから。そうなんです。で去年は5月の終了時点で貯金が17あったんですよ、うん、なので、ね、負け越したとしてもさほど痛くもかゆくもなかったのかなっていうのがあるんですけど、まあでも岡田監督の中で交流戦、まあ、確かに危険ゾーン、うんうん、危険な戦いが続くけども、はい、5割でいっときゃいいと思ってるはずだよ。現在他のチームもそんなに勝ち越せないって思ってるから、うん、パ・リーグに対して今年セ・リーグが混戦だからってことで、うん、だから、まあ、パ・リーグがもうそんなにセ・リーグも勝ち越せないって思ってるから、まあ、勝ち越して3つ4つ、うん、まあ、昨年一番貯金作ったチームが4つだから、はい、交流戦で。そうか、まあ、そのぐらいに考えてると今5つあるわけでしょ、貯金が。今4つか、はい、この動画を撮ってる現時点でね、はい、で4つなくしたって5割じゃない、うん、でもそこまではデッドラインだというふうに思ってると思う。そっかそっか、だからまあそれはそれでいいって。それはそれでいい。そんでまあレギュラーシーズンに戻った時にまた貯金を作っていけばいいって、勝てるチームはいくらでもあるみたいな、そういう見方をすると。じゃあ後ろを追っかけてきてるのが直近ではカープと、で危険ゾーンだよ危ないよって言ったジャイアンツ、 DeNA が追っかけてる。でジャイアンツと DeNA がこの危険かもしれない、この、いやだからお互いに危険なんだよ。ただカープですよ、そうするとカープはいいって。そうなると
と阪神もうかうかしてる。あ、だから一旦カープが首位に立つんじゃない、セ・リーグの、うん、あー交流戦で、うん、ただカープって交流戦非常にちょっと苦手。でももうそれはね昨年払拭してる。あ、もう払拭してますか。お、そのカープはマツダスタジアムでオリックスから始まるんですよね、うん、まあ、状態があんまり良くないね、オリックス相手は。そうなんですよ、うん、そうかそうか。だから阪神はちょっと後ろのカープを気にしつつ、いや、あんまり気にしはしてないと思うよ。抜くんだったら抜いていけって思ってるはずだよ。結局最終的には終わった時点では立ってるから。でも4ゲームつけられると勝ったるくらいあるからな。あーですねー。だから2ゲームぐらい、うん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 、で差でいっとけば、うん、まあまあまあなんとかなる。でオールスターまでに貯金を、うん、まあ5つ作っておけばいいぐらいの感じでいると思うよ、阪神は。岡田監督の計算は結構余裕がありますよね。いや余裕っていうか、そこで鞭入れたって歪みは来るから、うん、やっぱ勝った疲労度っていうのは、うん、負ける疲労度よりも大きいから。そっか、うん、勝つってやっぱりリスクを伴って勝ちにいってるから、うん、どっかに歪みが出てくるから。だから9月10月に鞭入れればいいという感覚でいますね。いい、だから昨年は鞭入れなくて優勝したけども、うん、今年は鞭を入れる時期が来るんじゃない。なるほど。だからそこまでにいい形でいればいいって思ってる。だから必ずしも首位に立たなくても、うん、ね、勝負になるところにいてくれればいいって思ってるはずだよ、今年のチームの状態を考えると。そこでポイントとなってくるのは甲子園での楽天西武、うん、そして京セラでのオリックス戦、ここを取りこぼしなくいきたいよねと、まあ、そうだというところですよね。絶対取りたい。だから、まあ、パ・リーグの B クラス、うん、まあ、例えばその西武、はい、楽天、オリックス、うん、まあ、ここら辺はちょっと危ないかもな。これはセ・リーグと当たっても危ないっていうことですか、うん、でセ・リーグの下位チーム、はい、まあ、ヤクルト、うん、中日、今のところ現時点では DeNA か、はい、中日は俺はねひょっとしたら上がり目もあるっていうふうに思ってる。でもこれはね球場、はい、バンテリン、はい、ここでホームランってなかなかやっぱり打てない、うん、そしたら接戦になる。接戦の戦い方っていうのは中日は慣れてる、はい、でも点の取り方が下手くそだけど、ね、そうですね。だけどそのカリステをうまく使う、まあ、出たもうね中日の話題となるともうセットなんですよね、中日とカリステはね。セットどころじゃないよ。もう中日のマークカリステの代わりに変わればどうですか。象徴だから今は俺の中ではカリステがもう中日カリステドラゴンズにしようですか。もうそうだよ本当に。いや俺は、はい、ワンチャンあると思う。中日は上に行くチャンスが。おお、そうだね、貯金をね、はい、3つも4つもっていうことはないけど、はい、そうだな、まあ、1つ、うん、2つぐらい貯金ができればいいんじゃない。これ中日まず最初バンテリンで西武と3連戦するんですよ、はい、でその後京セラに行って、オリックスと戦うというところで、はい、その後がまた戻ってきてバンテリンでソフトバンクと。だからソフトバンクのバッターでもあそこで入れるって難しいですね。あのね、スタンドに入ってるホームランっていうのは、うん、あんまないから、ソフトバンクの選手でも、はい、やっぱこうテラスに入ってるから、うん、そっかそっか、だから勝負になるんだよ、はい、でももう負けると思ったら死んだふりだなこれってもうソフトバンクの3連戦に強烈なピッチャー陣先発中日当ててくればいいんですか。中日が当てるってそういうことです、まあ、高橋宏斗投手だったり柳投手だったり、まあ、それローテーション崩すまでもないけど勝てるところにしっかり勝つということ、うんうん、状態の悪い、うん、まあ、今状態の悪いって言ったら西武だよね、オリックスだよね、はい、だからまあそこら辺にやっぱしっかり勝ちたいよね、うん、取りこぼしたくないですね。そうだね。で、まあ、ソフトバンク、うん、まあ、バンテリンだから、うん、ね、なんとかなるやろ一発出ないでしょ一発、ね、だからまあそこら辺で接戦に持ち込めば勝機は生まれるということ。一方的になったらもうね叶わんから。そうですよね、うん、でこっちもね最後はねライマルいるので、いやそれはもう鉄板だよ。鉄板、まあ、どこを投げても大丈夫だよあのピッチャー。ライマルもそうですよね、うん、そうか、だからワンチャンドラゴンズは上がっていける可能性大あるかもと、うん、そういうことなんだ。はあると思う。だからヤクルト、ライオンズっていうのはやっぱこう昨年もね、あ、そうですね、まあ、大きく負け越したように11位、12位、うん、ちょっとやっぱ苦しいかなって思うよね今の現状のチーム力を考えるとね。うん、なるほど。でもよっぽど打たないとな。そうですよね。
まあ、12チーム、この交流戦、はい、ちょっと戦い方によってはピンチになるよというチームを挙げていただいたわけですけれども、うん、まあ、そうだね、はい、ただ、飛び出したのは優勝だけはもう言っておくと、ソフトバンクと。そう、言っておく。それはもう鉄板ですか、うん、これ外したらどうします？いや、これ外れないと思うよ。いや、でもないので、世の中に絶対というのは。これ外れたら、どうします？何をすればいいの？いやいや、なんかこう、ごめんなさい、間違えましたと。いやいや、じゃあ帽子を、私がかぶってる帽子をプレゼント、まあ何点かプレゼントする。あ、わかりました。ちょっと楽しみ、あの今かぶってる帽子その代わり匂い付きだぞ洗わないで匂い付きということで、はいはい、まあね、ちょっと交流戦も今年も楽しみですけれども、まあそうだね、はい、まあ、楽しみだな。そうです ね、はい。